チョリパンはアルゼンチン、チリ、ウルグアイで人気のあるマラケタやバゲット等のパンでチョリソーを挟んだサンドイッチである。路上のチョリパン売り政治集会の際のブエノスアイレス路上でのチョリパン売りやサードで調理した自家製のチョリパンアルゼンチンのチョリパンは牛肉と豚肉からできたソーセージをグリルで焼き真ん中で切ってロールパンに挟む。半分の長さに切る場合があり。 後者については、蝶という意味のマリッポーサと呼ばれる。チミチュリ等のソースをかける。チョリパンは、アサードを作っている間の前菜として食べられるのが一般的だが、特にサッカー場等のスポーツ観戦施設や主要都市の路上でも販売される。ブエノスアイレスのタクシー運転手の常食であり、ランチタイムには露店に長いタクシーの列ができる。ブラジルにもいくつかのタイプのチョリパンがあり、 アルゼンチンのものに最も似たものはサルセパオと呼ばれバゲットに似た小さなロールパンと豚肉のソーセージを用いてブラジル南部で作られる。シュラスコを作っている間の前菜として食べるほか短時間で作れるためバーベキューの代わりとしても食べられる。他の地域ではソーセージサンドイッチという意味のサンドチでリングイースサと呼ばれる様々なタイプの料理が人気である。そのほとんどが カオフランシスと呼ばれるバゲットに似た小さなロールパンと豚肉のソーセージを使うが他のパンやソーセージを用いるものもある。トッピングとして溶けたチーズ、ヘケジョン、ソテーした玉ねぎ、ビネグレットソース、フライドポテト、マスタード、ホットソース等が加えられることもある。時に冷たいビールと一緒にカジュアルな夕食として露店で非常に人気がある。チリでは特に アサードを食べる際の古典的な前菜としてチョリパンは非常に人気がある。チリのチョリパンは伝統的にマラケタを用い、アイやペブレ、またマヨネーズ等をトッピングする。チョリソーの代わりにロンガニーサを用いることもある。通常、パン屋で販売される。パンデアグアと呼ばれるプエルトリコ風のパンにチストラ等のスペイン風のチョリソー、ピクルス、マヨネーズを挟む。 ケソマンチェゴやケチャップをトッピングすることもある。豚肉から作った調理層をそのまま、または半分の長さに切って用い、シミチュリとマヨネーズをかける。トマトやレタスを一緒に挟む場合もある。バゲットや柔らかいロールパンのパンカタランを用いるが、サッカーの試合では、シンプルなロールパンやハンバーガーのようなバンズを用いる。アルゼンチンとは異なり、アサードの前菜としてだけではなく、 付け合わせとしても食べる。アメリカ合衆国では、マイアミのキューバ料理店やカフェのランチカウンターで食べられる。キューバのパンを用い、生またはフライした玉ねぎをトッピングする。トロピカルフルーツシェイクと共に食べるのが人気である。ありがとうございます。